あなたは死にかけたことがありますか？遡ること13年前の2009年9月15日、アメリカ・オハイオ州。その日、死刑執行室に連れてこられたのは、恰幅がいい男性、ロメル・ブルームでした。厳粛な空気の中、死刑執行チームの手によって、彼の体はベッドに固定されていきます。ついに、この時が来たか。覚悟を決めた死刑囚。しかし、この後、誰も予想だにしないことが起こったんです。なんと、ブルームは死刑が執行されても、死ななかったんです。どんな危機的な状況でも決して死なない不死身の男たち。彼らはなぜ何度にもわたって死を回避できたのか。そこには人生を翻弄する死神のいたずらがあったんです。おそっ、ケンちゃんです。生きてるだけで丸儲け、やみやみこです。まあ確かにね。さんまちゃんのね、名言ね、これ。でね、生きてるだけでもいいんですけど、やっぱちょっとした目標を立てて達成するとね、面白いっていうことで、やみやみさん、僕ね、とんでもない目標立てちゃった。何よ？8月までに60キロ台になんなかったら、ここのスタジオで、俺がやみこさんにバリカンで髪を坊主にされます。約束します。うん、今僕ね、79だったんですよ。さすがにちょっと、京都旅行行って太ったな。なので、ちょっとそれ達成します。うん、ちゃんと YouTube で結果報告して、9月1日、以降の初めての動画で言うんで、そんなね、男の約束でございますが、楽しみにしてます、うん、今回はね、どんな命の危険にさらされても決して死ななかった不死身の男2人を取り上げたいと思います。なんか前にもさ、日本人の方でいたわよね、カイドウ。カイドウ、でもあれワンピースのカイドウのこと言ってまあ今回ね、取り上げる男はロメル・ブルームという男なんですけど、その死ななかった理由っていうのが結構興味深いです。それでは早速、死刑執行の瞬間から見ていきたいと思います。それは死んじゃうんじゃない。処刑室の動揺。遡ること13年前の2009年9月15日、アメリカ・オハイオ州。当時53歳だったロメル・ブルームは死刑執行の日を迎えました。ブルームは1984年に14歳の少女を誘拐し、殺害した罪で死刑判決を受けました。本人は無実を主張したんですが、DNA 鑑定を行っても容疑は晴れず、死刑囚として監房で24年間を過ごしたんです。ついにこの時が来たか。覚悟を決めたブルームが連れて行かれたのは、まるで手術室のような部屋。厳粛な空気の中、死刑執行チームの手によってブルームの体はベッドに固定されていきました。なんでベッドに寝かされんの？まあ、見慣れない光景ですよね、うん、実はね、アメリカは州によってね、死刑のやり方が違うんですけど、まあ、今回はその中でも最も多く実施当時ねされていた薬物による死刑なんです、はいはい、というわけで本日のメトラキーワード、薬殺刑について。薬殺刑は1990年代に登場した比較的新しい死刑方法。囚人に致死量の薬物を点滴することで死に至らしめるんです。当時はアメリカ50州のうちオハイオ州を含む35の州で薬殺刑を導入。ブルームにも塩化カリウムなど3種類の薬物が致死量を注入される予定でした。死刑っていうとさ、拘守刑とかさ、あとは電気椅子とかって言うけど、薬殺刑だとポロッと死んじゃうわけ。実はね、ブルームの場合はそう簡単にはいかなかったんです。ベッドに縛り付けられたブルーム。死刑執行人は無抵抗な彼の腕に注射針を刺しました。ブルームに針で刺された痛みが走ります。しかしなんとそれ以外に変化はなかったんです。動揺しながらももう一度ブルームに針を刺し直す執行人。ああ痛えな。小さく顔を歪めるだけのブルームに死刑執行チーム全体に焦りが広がります。その場にいた者たちは目を見開き顔を見合わせました。やばい、こいつ死なないぞ。どういうこと？結構考えられてた刑だろうから、どうして死なないわけ？まあそうですよね、うん、死刑執行人の方々の気持ちもね、わからんではないんですけど、実はね、これね、ブルームの体に理由があったんです、死ねない理由。焦った死刑執行人は何度もブルームの腕に注射針を刺しました。それでもブルームは針を痛がるだけで一向に死刑執行は進みません。一体なぜ彼は死なないのか。その理由はなんと血管が見つからないから。そんなことある？このね、点滴に適した血管が見つからないっていうのは、うん、結構医療従事者の中ではあるあるらしいんですよ。ラッチが開かないと思った執行人たちはブルームに腕を大きく振りながら手のひらをグーパーと握って戻すことを繰り返すように指示しました。手を動かすことで静脈を浮き上がらせようという作戦なんです。言われた通りブルームは腕を動かします。おお、血管が見えたぞ。作戦は功を奏し、血管が浮かび上がりました。執行人はほっとして浮かび上がった血管に針を突き刺します。うわー、悶絶するブルームにどよめく執行チーム。なんと注ぎ込まれた液体に耐えかね、彼の静脈は破裂。どういうこと？
血管を浮かび上がらせる作戦も虚しく、またしても点滴は失敗してしまったんです。破裂ってちょっとブルームちょっとかわいそうっすね。緊張で張り詰めていたブルームは静脈が破裂した激痛をきっかけにすすり泣き始めたんです。だろうな。それでもなんとか仕事を遂行したい死刑執行人たちはブルームを固定していたバンドを外しベッドの上に座らせます。今度は彼の足に針を注入する作戦。しかし針が刺したのは静脈ではなく足の骨。痛え。さらなる痛みにブルームはもだえ苦しみます。もはや死んで楽になりたくても死にきれない状況。通常虐殺刑は7分程度で終わるんですが、ブルームの死刑執行にかかった時間はなんと2時間以上。ブルームは抵抗せず終始死刑執行チームの指示に従い続けたにもかかわらず、処刑を遂行することはできなかったんです。ブルームに刺された注射の数は18回に上りました。こうして処刑はやむなく中止され、後日改めて執行されることになるんです。しかしブルームの弁護士たちは猛烈に反対し、こう主張しました。一つの罪について二度裁こうとするのは憲法違反だ。これによってブルームの死刑は無期限延期となったんです。結局ブルームは死刑されずじまいなわけ。まあそうなるかと思いきや、時を経て事態は急展開していくんです。2016年3月16日、最高裁はブルームの弁護団の主張を否定、2度目の死刑執行を認める判決を下しました。裁判所は前回は致死量の薬剤注入まで至っておらず、あくまで準備段階だったと判断していたんです。ね、ちゃんと準備してそれ。こうして2020年6月17日にブルームの死刑が再度執行されることになるんです。しかしここでもブルームは死を回避しました。なんと製薬会社が自社製品を死刑に使われるのを嫌がり、薬物が品薄の状態に。どいつもこいつもどうしようもないな。こうして2度目の死刑も延期となったんです。またしても命拾いをすることになったブルーム。再度延期された死刑執行の期日は2022年3月16日に設定されました。今度こそ3度目の正直かと思いきや、ブルームはなんとこの死刑でも死ぬことはなかったんです。まるで死神の気まぐれのような、その理由とは、死刑前に死亡してしまったから。ブルームは2020年12月28日、コロナウイルスの感染が原因でこの世を去ってしまったんです。去年64歳でした。虐殺刑を無限に回避したブルームでしたが、その最後はあっけないものだったんです。人の運命ってなかなか予想つかないものね。本当に死ぬ時ってさ、うわ死ぬわとか予想つかないですよね。まあ病気とかだったらさ、あれかもしれないですけど、まあでも難しい。虐殺系だったら、あ、俺死ぬんだとは思うんだけど、まさかこんなことが起こるとは、ね、思わないですよね。ただですね、世の中にはね、ブルームをね、超える不死身の男がいる。そしてその男はなんとね、みんなが知っているあの楽器を作った男。ディナンの幽霊の子。遡ること約200年前の1814年11月6日、舞台はベルギーナミュール州の都市ディナン。この地で一人の赤ん坊が産声を上げました。彼の名はアドルフ・サックス。名前からもわかるように、後に管楽器のサックスを発明する人物なんです。楽器デザイナーの両親のもとに生まれたサックスは幼少期から音楽に没頭しました。しかしその一方で彼の人生は常に死と隣り合わせだったんです。3歳の頃には3階から階段を転げ落ち、石の床に頭を強打。気絶してピクリとも動かなくなってしまうんです。両親はベッドで気を失ったままのサックスを見守りながら、可愛い息子の死を覚悟しました。しかし数日後、あなた、サックスが。サックスは奇跡的に目を覚まし回復したんです。よかった。よかったじゃない、パパとママもほっとしたわよ。これね、サックスをそうね、悲劇の序章にしか過ぎないです。この後にも幼いサックスは幾度となく命の危機に直面しました。例えばミルクだと思って飲んだものが薄めた硫酸だったり、どんな状況その家。道を歩いていたら屋根の瓦が降ってきて頭に直撃、数日間昏睡状態だったこともあるんです。そんなサックスの不運ぶりは次第に近所でも有名になり、不吉なあだ名で呼ばれるようになったんです。そのあだ名とは、ディナンの幽霊の子。サックスの母親までも我が子の命の危機の多さに悲観するほどだったんです。この子は呪われている、きっと長くは生きられないんだわ。いえ、お母さん諦めないで最後まで。そんな母親の悲しみを嘲笑うかのように死神はサックスを襲い続けるんです。10歳になったサックスが屋敷の中の楽器工房で過ごしていた時のこと、なんと工房に置いてあった容器が突然大爆発。サックスは爆風で吹き飛ばされてしまうんです。容器の中に入っていたのは火薬だったんです。その家が危険、多分。爆発？ダイハードのブルース・ウィルス並みに不運な男じゃない。まあこの時ね、奇跡的にね、サックスは助かっているんです。幸運なのか不運なのか分かんないわね。そんなね、スリリングな幼少期を生き抜いたサックスなんですけど、その後も彼を襲うね、不運っていうのはやむことを知らないんです。サックスを襲い続ける死神。
幽霊の子と呼ばれたサックスだったんですが、幼少期をなんとか生き延び立派な青年へと成長しました。しかし死神は斧を振りかぶり彼を襲い続けるんです。27歳でフランスのパリに移住し、両親と同じく楽器を作るようになったサックス。ある時そんなサックスの工房から煙が上がりました。そう、工房が火事になったんです。火の手は瞬く間に燃え広がり、ついに工房すべてを焼き尽くしてしまいました。原因は不審火。燃え上がる工房を見て誰もが息を呑みました。ああ、サックス死んでしまったのか。しかし彼は生きていたんです。不幸中の幸い、サックスは火事の瞬間たまたま外出していたんです。またしても一命を取り留めたサックスなんですが、彼はまたしても不幸に見舞われてしまう。じゃあお疲れ様、また明日。サックスは仕事を終え工房を後にした。しかしこの日はいつもと様子が違っていた。なんだ、気味が悪いな。尾行されてるのか。くそ、誰だ、一体誰なんだ。誰だお前。悪く思わないでくれ、俺は雇われただけなんだ。アドルフ・サックスを殺せってな。そんな待て、俺は。あのこれもう撃たれて終わっちゃったの。これサックスの話はねこれで終わらないんですよ。正体不明の襲撃者は大きなミスを犯していたんです。何者かに雇われたという襲撃者の目的はサックスを撃つことでした。しかし彼は決定的な間違いを犯していたんです。その間違いとはなんと人違い。襲撃者が撃ったのはサックスではなく、サックスのアシスタントだったんです。直接的に害はなかったものの、自分のせいでアシスタントが撃たれたことや何者かが自分の命を狙っていることを知ったサックスがショックを受けたことは想像に難くないんです。そしてその後ほどなくしてサックス自身にも危害が加えられます。ある時道を歩いていたサックスは突如として現れた暴漢に襲われました。繰り返し殴る蹴るの暴行を受け、ひどい怪我を負ったんです。かわいそすぎじゃない、いくらなんでも。なんでこんなひどい目に遭うの。まあなんか確かにね、その子供の頃に起こったね、ちょっとしたハプニングみたいな感じなんですけど、この後ね大人になったサックスを襲う悲劇っていうのはまたちょっと種類が違うもので、さらにね襲いかかってくるんですよ。成長したサックスに降りかかる死の恐怖、その裏には死神以上に恐ろしいあるものが潜んでいました。そのあるものとは若き才能への嫉妬。実は子供の頃から楽器に魅了されたサックスは音楽の道で様々な功績を残しているんです。15歳の時にはフルートとクラリネットのコンテストで入賞。管楽器を愛するサックスは演奏するだけでは飽き足らず、20歳でバスクラリネットを設計、特許を取得しました。そしてパリに移住した後にいよいよサックス、正式名称サクソフォンを開発するんです。サックスはパリで非常に高い評価を受けました。しかし同業者たちにとって若い才能の華々しい活躍は面白いものではなかったようなんです。工房が全焼した火事もサックスに嫉妬した者による放火ではないかと言われています。さらにサックスが取得したサクソフォンの特許に多くのケチがつけられ、特許の取り消しを求める訴訟まで起こされてしまいました。誹謗中傷で仕事を邪魔されると同時に終わりの見えない訴訟が続き、ついにサックスは破産にまで追い込まれてしまったんです。輝かしい才能と対照的なその不遇さは後に音楽業界から何も発明しない者たちによる迫害の犠牲者だと言い合わらされたほどなんです。出る杭は打たれるってよく言うんだけどさ、こんな功績があるサックス、不幸がこんなに襲うってちょっと不運が過ぎるわね、これは。偉人の功績っていうのはこう死んだ後に認められるとも言うんですけど、はいはい、こんないろんな逆境の中でもサックスはね決してねへこたれず、その生涯を頑張って生きていくんです。こうした強烈なストレスが彼の体を弱らせたのか、サックスは30歳の時に唇のがんにかかってしまうんです。現代では手術や放射線治療で治せる口唇がんなんですが、当時はひとたびかかればそれは死を意味する難病だったんです。何度も死を回避してきたサックスでもさすがに病気までは。ところがなんとサックスはこの難病さえも克服してしまうんです。インド人の医師に見てもらい、ハーブ治療を長年続けた結果腫瘍が消えていったというんです。こうしてサックスは最後までパリで暮らし、79
19歳の熟年で亡くなりました。幽霊の子と呼ばれたサックスだったんですが、死神にも醜い嫉妬にも負けず天寿を全うしたと言えるでしょう。実にハードな人生だったんですが、彼が生み出したサクソフォンはその死後アメリカに渡りジャズミュージックに革命を巻き起こしました。今やジャズの世界にサックスは欠かせません。死と隣り合わせでありながら彼が命を吹き込んだ楽器は170年以上経った今も生き続けているんです。おさす、うちの会社でね、2023年卒、もしくは中途採用含めてね、募集してるんで、新卒、中途のね、皆さんね、もしマーケターとして興味があればね、ぜひご応募ください。概要欄、またコメント欄、または直接俺まで、いや、それはおかしいか。